奇跡の大谷翔平、実はもう一つの才能を持っていた。こんにちは皆さん、今回は野球界のスーパースター大谷翔平についての話題です。彼のパフォーマンスは多くの人々を驚かせてきましたが、実はまだ知られていない彼のもう一つの才能があることをご存知でしょうか。大谷翔平がプレーするのはメジャーリーグのロサンゼルスエンゼルスですが、彼が実はもう一つの才能を持っていることをご存知でしょうか。それはなんとライティングです。彼の驚くべきライティングの才能はソーシャルメディア上にある専門的な野球のフォーラムで発見されました。大谷翔平の応援スレを取り上げたこのフォーラムは、多くの野球ファンが情報を交換し、彼について議論する場として人気がありました。その中であるユーザーが大谷翔平応援スレというタイトルで彼の応援スレッドを立ち上げました。このユーザーは他の人と情報を共有するだけでなく、精巧な文章で読者を魅了することでも知られていました。彼の文章は非常に読みやすく論理的な展開であるため、多くの人々が彼がプロのライターであるのではないかと疑問に思いました。しかし実はこの専門ライターの正体はなんと大谷翔平本人だったのです。応援すでに投稿された彼の文章は野球に詳しいだけでなく文才もあることを証明していました。彼の文章は説得力があり、情報の精度も高く読者を魅了しました。驚くべきことに、大谷翔平はプロの野球選手としてのトレーニングの合間にライティングのスキルを磨いていたようです。野球の才能だけでなく他の分野でも成功を収めることができる彼の多才さには、多くの人々が驚きました。さらに驚くことに、彼のライティングの能力は野球界だけでなく他の分野でも活用されています。大谷翔平は自身の経験や知識を生かし、野球に関連する書籍やエッセイを執筆しているのです。彼の野球に関する情報や洞察には多くの読者が注目しています。そして彼のライティングの才能もまた世界中の人々を驚かせています。大谷翔平のもう一つの才能が明らかになったことで、彼のファンはますます彼に注目し、彼の活躍に期待を寄せています。彼の多才さは野球界だけでなく他の分野でも大きな成功を収めることができる可能性を示しています。今後大谷翔平がどのようにその才能を生かし世界に新たな驚きをもたらすのか、私たちはますます期待しています。彼の成功を見守りながら、彼の才能がどのように発展するのか楽しみに待ちたいと思います。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録もお願いします。